インドでは街行くと蛇使いがピューッとグリフとね、コブラがね、ピューッとこう出てくるのがあるんですよ。だから有名な蛇というのは日本でも蛇は神話の形で出てきますでしょ。じゃあ俺のこれってね、手すり持ってね、降りていただいたらいい。一歩ずつ。寺村さん、後ろ向いて一つずつ降りる。後ろ向いてでもいいですし。前怖かったら。後ろ向いてね、この左手で。ちょっとこう、感覚が、一歩ずつね。一歩ずつ降りていただいたら、ゆっくりね。はい、それから手で持ってたら絶対落ちることはないのでね。これチベットも面白いですよ。11面千手観音像、チベットではこういう像ですね。こんな像なんですね。チベットもネパールの仏像ですね。ネパールの人が頭の上にこれ11面というか、日本では頭がこうあるだけなんで、上にこう乗ってね、千本の手があるでしょ。もうネパールもね、チベットもその換気点というこういう、ここまで仏教を、まあ換気点はここまで追求したということですね、チベットね。で、立体曼荼羅とかね。そうですね、これが多いですね、ここまで。で、チベットとかネパールにはですね、こういうアンモナイトが見つかってるんですね。だから海の貝がですね、あの山の上にあるということは、かつて海やったということですね。これがわかると。で、これもアンモナイトの写真とかで、ナーガもいますね、向こうね。ネパールなんかナーガがもう日本ではこういうのあんまり出てこないんですけど、物語の中で出てきたりするんですけどね。これ三星堆石ね。神信仰でね、こう金像館してるでしょ。だからこれすごいもんなんですよ。当時こういうのは向こうで持っとったということですね。で、これ銅鼓ね、昔の銅鼓祭とか、一つ一つ説明する時間かかるんですけど、まあ、そんな目がギョロッとしてるんですよ。これ今までこんなん出てこなかった。そうそう、それが有名でしたね。で、まあ、で向こうがマチュピチュね、ペルー南米のね、で、逆エスニモンがあるでしょ、あれが先ほど その言ってたハヤトのね、あれ逆です。向こうまで行ってるということですよ、コボンゴロイドが。で、オーストラリア そのアボリジニーね、原住民、これもまあ日本人の原住民と言われてるんですね、元の。で、ソビエトのマトリョーシカね、で、5人で。まあ、面白いな、足元をね、はい、注意してね。